はい、皆さんこんにちは、レク専任講師の海野です。それではですね、今日はあの行政書士の受験生の方に向けまして、会社法商法得点アップ大作戦でといたしまして、非常にこれ毎年好評を受けている企画です。好評いただいている企画なんですが、我々司法書士の講師がですね、行政書士受験生の方が手薄になりがちな会社法の分野について、少しでもお役に立てればということでですね、講義を提供させていただくという企画、もうかれこれ5年ほどやっているんですかね。YouTube でも非常にたくさん再生をさせていただいて、皆さん、に見ていただいているようなので、こちらとしてもこれは毎年、続けていこうということで、今回もですね、この生では新宿エルタワー本校で今日実施をさせていただきます。そしてこれは YouTube でもって、録画映像をご覧になっている方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、皆さんにですね、少なくとも聞いてよかったというふうにですね、思っていただけるような内容をお話ししていこうと思います。さあ、今日、通学で生で来てくださっている方には、この会社法商法得点アップ得点確率アップ大作戦期間編というですね、締めの方を配布させていただいております。 YouTube 上でも個人情報等を一部入力していただいた上でダウンロードしていただくことができるようになっておりますので、よろしければそちらの方をご協力ください。こちら全何ページ全17ページの内容となっておりますので、お手元にご準備いただければと思います。これはなくとも、聞いていただいて全くちんぷんかんぷんということにはならないと思うんですが、やはり手元にあった方が聞きやすいかと思いますので、よろしくお願いします。さあ、表紙のところに簡単な自己紹介させていただいております。でもちろんご存知の方も多いかとは思うんですけれども、私レックで司法書士の専任講師をしております。で行政書士の資格の方も大学3年生の時、司法書士合格したその年に、受験して合格をしております。ただし皆さん方の行政書士の試験と、当時平成8年の、今から26年前ですか、26年前の行政書士の試験とは全く違いまして、当時はですね、小論文の配点がすごい高かったんですね。で小論文、っていうのは まさに今でいうとこの一般常識にあたるようなですね、時事ネタを、元にした小論文を書くという問題の配点がすごく高くてですね、行政手続き法行政事件手続き法なんかもまだ制定されていなかった頃です。ですから私文章を書くのが得意だったもんですから、もう小論文で稼いで資格取ったようなことなので、偉そうなことは全く言えないんですが、ただ行政書士のですね、資格を持っていて、今実務ではすごく司法書士業務に役立っております。ですのでですね、皆さんも、まずは行政書士をしっかり、取得していただいて、もしその中のうちの一部の方でもね、じゃあ、司法書士も取ってみようという方がいらっしゃったら非常に嬉しいなというふうに思っております。さあ、現在私司法書士の業務の方らですね、このレックで司法書士の講師をやっているんですが、ご存知かもしれませんが、司法書士の会社法の出題というのは全国家資格の中で、会社法の出題が、一番難しいのがレベルのが高いのが司法書士試験なんですね。司法試験、や公認会計士税理士の試験、よりもですね、公認会計士の試験よりも、司法書士の会社法のレベルが全国家資格中最高レベルなんです。そういったこともあって、司法書士受験生はもう会社法に苦しめられるなんてもんじゃない、ね、もう皆さんもひいひい言いながら、悲鳴を上げているところで、そういった受験生に毎日こう向き合って、講義をしているわけなんですが、今日はそんな会社法の知識の中でですね、期間についての話を、端的にこう、ポッとこう1時間ちょいのこの時間でもって、身につけていただきたいなということで、私の方で期間についてのお話ピックアップさせていただきました。今回この会社法商法得点アップ大作戦、3回実施いたしまして、1回目は佐々木講師の方で、株式併合分割無償割当について、これすでに池袋本校の方で実施済みです。 YouTube ではご覧になっていただけます。そして私の方でこの期間について、そして、翌日明日ですね、9月18日生では渋谷駅前本校の方で設立についての森山講師の講義と、全3部構成になっております。すべて生講義で聞きそびれた方に関しても YouTube 上で
こちらのアーカイブ残しておきますので、ぜひお時間があるときにご覧になっていただければと思います。さあそれでは時間も限られてますから早速なんですけれども、この期間、取締役、監査役、会計監査人、会計参与、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社、まあ、講義で習ったようでいて、いまいち何のことやらというふうにね、思っていらっしゃる方も多いと思いますので、今日はもうそこを端的にね、お話をしていこうと思います。ではまず1ページ目をご覧になってみてください。さあ、会社の機関について、まずは株主総会を最後に持ってきますので、株主総会以外の機関について簡単にご説明していきましょう。さあ、まず取締役と取締役会、代表取締役の関係です。さあ、会社のですね、取締役は、株式会社に関しては1名以上、必要。取締役会設置会社、取締役会設置会社、については取締役最低3名必要ということになります。この取締役会設置会社で言うならば3名の取締役を持って取締役会を構成していきます。でこの取締役会で行うことというのはいわゆる意思決定、つまり、新しい商品を開発するしない、新規に A 株式会社と取引をするしない、また支店を出す出さない、そしてお金を借りる借りない、財産を売却するしないといった意思決定をするのがこの取締役会の役割なんですね。でこの取締役会でもって過半数賛成一致によって意思決定をしていくことになります。そしてこの取締役会でもって決まったことを実際に実現するための機関というのはこれ代表機関になっていくわけなんです。例えば会社の財産を売却するということを取締役会で決めたのであれば、当然売却の意思表示をしていかなきゃいけない。売却の意思表示を会社を代表して相手方に対して意思表示をしていくのがこの代表取締役の役割と、いわゆる対外的代表行為などと呼ぶんですが、いわゆる会社の代表として外部の人間に対して申し込みの意思表示、承諾の意思表示等の行為を行っていく、これが代表取締役の役割ということになっていきます。でそれに対してですね、業務執行取締役、これは業務担当取締役というふうに習った方もいらっしゃるかと思います。業務執行取締役、また業務担当取締役というのは、いわゆるですね、これは会社内部の行為について会社を代表して従業員などに対して指揮命令をしていくというポジションになっていきます。つまりこれいわゆる役付き取締役、だから常務専務などというようにですね、いわゆる従業員の中から出世してきて課長、部長、本部長、そしてその後本部長を経て取締役になっていく。でその取締役としてこう社内でもって出世の極みですよね、まあ、ある意味取締役として出世してくる。そうすれば当然秘書もつくだろうし部屋も与えられる。で自分に任されるチームというもの、部下も当然増えてくるわけです。その部下、その取締役の下には部長がいい、そしてその部長の下には課長がいて係長がいる。でそういったその自分の部下に対して取締役会で決めた会社の業務執行に関する意思決定を実際に会社の従業員に対して指揮命令していく、これが業務執行取締役の役割になっていきます。いわゆる業務執行に関与する取締役というのは会社の従業員からどんどん出世してきて係長、課長、部長、本部長を経て取締役になって、そして取締役として自分の従えている部下に対して指揮命令をする、そういった役割のポジションのことだと思ってみてください。さあこれをですね、取締役会で決められた意思決定を会社内部の人間に対してその意思決定をいわゆる伝達し指揮命令するという意味で対内的業務執行というふうに呼んでいくことになります。つまり代表取締役はこの対内的業務執行をすることはもちろんできるんですが、代表取締役との違いは代表取締役は会社を代表して会社外部の第三者に対して、業務執行の意思決定等を伝える、伝達することができる。ところが、業務担当取締役または業務執行取締役は会社内部の特に従業員ですね、株主さんも含まれているんですが、株主に対して何かをするということは本当に1年通じて 1,2 回でしょうから、実際には従業員に対して取締役会で決められた基本方針や経営のための
いわゆる決定事項、こういったものを指揮命令していく、これが業務執行取締役の役割ということになっていきます。さあ、ではこの代表取締役と業務執行取締役を選任するのも取締役会の役割、選任をする機関が解任もしますから、解任も取締役会の役割になっていきます。さあ、ではこれが取締役会設置会社の模様では、2ページのところをご覧になっていただくと、取締役会非設置会社についての、お話になります。取締役会非設置会社は取締役最低1名いれば良いと。で、もし仮に、3名いたとしますと、まあ、多い分には構わないので3名いたとしますと、この3名の過半数の一致でもって、業務執行の意思決定をしていく。つまり取締役会も過半数の意思決定で決められていくように、取締役会という会議体を作らないんですけれども、やはり過半数の一致でもって業務執行の意思決定をしていくことになります。そしてそこで決められたことを実際に代表機関としての代表取締役がこれを外部ないしは内部の人間に伝達、そして、指揮していくことになるんですが、この時その代表機関となるのが、一人一人の各取締役なんですね。で、一人一人の取締役が、会社を代表して会社外部の人間に対して、過半数で決められた意思決定を伝達し指揮、する意思表示するということができますし、従業員に対して、指揮命令していくということもできる。つまり一人一人の取締役があたかも代表取締役であるかのようにですね、活動できるというのがこの取締役会非設置会社の特徴ということになっていきます。さあ、それではじゃあこの取締役会設置会社と取締役会非設置会社の、この関係というのをちょっと確認をさせていただいて、時間もないのでどんどんいきましょう。司法書士試験ではこの機関設計というものを完璧に覚えなければまあ受からないで、とにかくこの機関設計、つまりこの3ページのところをご覧になっていただくとですね、この機関設計としましては、どんな会社がどういった機関を設けなければいけないかという問題なんですが、全ての株式会社が株主総会と取締役は必須、機関となります。ですから株主総会と取締役がいない株式会社はありえないということなんですね。で、それに対して任意機関として取締役会、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与、指名委員会、そして監査等委員会、という機関があるわけなのですが、この図表の見方ちょっとご注意ください。右から左に読んでほしいんですね。で、右から左にどういうことかというと、取締役会は公開会社でなければいけないと読んじゃダメだということです。それ左から右だから、取締役会は公開会社でなければいけないという意味ではなくて、右から左に読んでほしいんです。公開会社は取締役会設置でなければいけないということなんです。で、これを語呂合わせで私は後悔したら取り返しは必ずつくで、皆さんに覚えてもらってるんですが、後悔したら取り返しは必ずつく、公開会社は取締役会必ず設置、取り会で取締役会を表しています。後悔したら取締役会は必ず、設置しなきゃいけませんよ。で、これなんででしたか、なんででしたかって言っていうか、初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんから、一応簡単に説明すると、公開会社ってどんな会社ですか。譲渡制限規定が全ての株式について、いる会社を非公開会社、譲渡制限規定、つまり自由に株式の売り買いができない、譲渡制限規定が全ての株式についている会社を非公開会社というんです。非公開会社ということは、その反対である公開会社というのは、株式を自由に譲渡することができる会社ということになります。で、これは種類株式というですね、複数種類の株式を発行している場合には、ある種類株に譲渡制限規定がくっついていても、でその他の種類株式に譲渡制限規定がくっついていなければ、1種類でも自由に売り買いできる株式が発行可能であれば、これ公開会社となります。全ての種類に譲渡制限規定がついて、全ての株式が自由に売り買いできないと非公開、それに対して一株でも自由に売り買いできる株式が発行可能であれば、これ公開会社なんですね。ということは、この公開会社というのは、これは株主さんが毎日コロコロ変わりうるということを意味します。つまり自由に株式売り買いできるんですから、自由に株式売り買いできる結果、毎日株主さんが変わりうる会社と、そういう毎日株主が変わりうる、コロコロ変わることができる会社というものにおいて、株主さんというのはそのキャピタルゲインを追っかけることにしか目がないという可能性が高いんです。キャピタルゲインというのは株式売却益
つまり自分が買った時のお金よりも売れた時の対価の方が多ければ、その差額分がキャピタルゲイン、いわゆる株式売却益になります。その売却益の方にのみ興味があって、いわゆる会社の経営、会社の経営陣である取締役が一体何を日々行い、何を意思決定しているかについて関心がない可能性が高い。そうすると株主をしてですね、会社の経営に対するですね、監督の目を行き届かせるのが難しいんですよ。難しい。そうするとその間に取締役が暴走して会社にとってダメージを与えるような行為を行ってしまうとも限らない。でも株主さんによる監督は期待できない。キャピタルゲインを追っかけるのに、余念がないからです。そっちの方で忙しいから。そうすると株主による監督が期待できないんだったら、取締役相互間で監督をさせよう。つまり取締役を3名以上から要する取締役会を構成させて、取締役相互でもって監督させることを期待したと。だから取締役会が必要的設置になっているということなんです。じゃあ次行きましょう。監査役会設置会社については取締役会が強制です。監査役会設置会社、あえて厄介なことにしたんだったら取り返しは必ずつく。次のページに稚拙な、稚拙で恐縮ですが、お恥ずかしいですが、語呂合わせ載ってますから、まあよろしければご参考にください。あえて厄介なことにしたんだったら取り返しは必ずつく。でこの理由としてはですね、監査役会というのは監査役3名以上から要する監査役の会議体です。で監査役が3名以上から、なる監査役会という会議体を作っておきながらですよ、取締役が1人いればいいという取締役会非設置会社ではバランスが悪いからです。でこれは単にバランスの問題。監査役が監査役会という会議体にしたんだったら、取締役も3名以上からなる取締役会という会議体にしなさいということだと思ってください。さあそれでは丸さん、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社も取締役会が必ず必要です。さあこれはですね、語呂合わせとしては、語呂合わせとしては委員よ取り返しは必ずつくからという、まあ委員よっていうので指名委員会等設置会社のことを言ってるんですが、監査等委員会設置会社のこともカバーしているとして、委員よ取り返しは必ずつくから、ね、両方カバーしているとお考えください。さあこの理由としましてはですね、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、この後やりますが、監査等委員会設置会社であれば、取締役代取り、そして指名委員会と設置会社であれば執行役、代表執行役の権限が通常の株式会社よりもかなり強いんですね。できることが多いということです。となると取締役や代表取締役、執行役、代表執行役が暴走したときに会社に与えるダメージが大きい。つまり暴走というのは違法行為をしたり、ね、談合をしたり、不正な行為を行ったりといったときに会社に与える影響が非常にこれ大きくなってしまう。でまして取締役、代表取締役、執行役、代表執行役の権限がもともと大きいものですから、その与えられた権限が大きいと暴走した時のやはり会社に与えるダメージというものも大きくなってしまう。でそこで取締役によって構成される取締役会が監視をするというですね、そういった必要性が出てくる。まあ一言で言うとコーポレートガバナンスのため、いわゆるコーポレートガバナンス、または企業統治のため、法令遵守のためと言ってもいいか、法令遵守のためなどの自浄作用を高めるために取締役会に監視させるということになっていきます。じゃあ次に行きましょう。監査役が強制されるのは右から左ですから、取締役会設置会社の場合には監査役の設置が強制されます。取り返しがつくなら監査しようね、取り返しがつくなら監査しようなんていうふうに覚えてもらうといいかなと。さあ取締役会設置会社がなぜ監査役が必要か。でこれはですね、取締役会設置会社というのは、実は株主総会の万能性がありません。取締役会設置会社は取締役会で決めるべきことと株主総会で決めることが分化しておりますから、株主総会に万能性、つまり何でもかんでも株主総会に決められる、株主総会で決められるというのは、これ、取締役会がない会社の特徴なんですね。取締役会がない会社は株主総会に万能性があるので、株主総会の権限が強い。ところが取締役会がある会社は取締役会で決めるべきことと株主総会で決めるべきことが分化していると。となると株主総会の権限が相対的に弱いわけなんです。そこからですね、そこから株主さん、の
発言力、監視監督力というのがやはり弱まってしまう。なんせ株主総会の万能性がないので、何でもかんでも株主総会で決められるということになっていない分、株主総会の力が相対的に、取締役会がない会社よりも株主総会の力が相対的に弱い。ということは株主をして取締役を監査監督するという力が弱まってしまうということになるんです。株主総会の万能性、つまり株主総会の権限が強ければ、株主総会を通じて株主さんの経営陣、取締役への監査監督の力が強まると。ところが、株主総会が万能性ないと、株主さん一人一人が株主総会を通じて取締役の、業務執行を監査監督するという力も弱まってしまうと。となると、やはり取締役は暴走するということになりかねない。そこで監査役を設けて取締役のお目付け役にさせようということになっていくわけなんですね。取り替え設置会社というのは株主総会に万能性がない。となると、一人一人の株主さんが株主総会を通じて取締役に監査監督するということも相対的に弱い。だからこそ取締役が暴走して、でもう、会社にダメージを与えるぐらいだったら、取締役のお目付け役として監査役を選任して、監査役による監査を期待しようということになっているからなんです。さあ、そして監査等委員会設置会社と指名委員会と設置会社には監査役はおりませんので、これは後でやりましょう。続いて丸2です。会計監査人設置会社に関しても監査役が強制となります。で、これは警官がいるから監察しなさいなんていうふうに書いてありますが、会計監査人を警官がいるから監察しなさい、会計監査人設置会社には監査役が必要です。で、これなぜかというと、会計監査人設置会社というのは、これは会社の外部の、公認会計士さん、会社の外部の公認会計士さんが会社の計算書類のチェックを行うという役割を担っているね。会社の外部の公認会計士さんが会計監査人として、会社の計算書類ね、会計書類ね、会計書類の監査を行ってくれている会社です。で、当然ですね、外部の公認会計士さんに会計監査を行わせるという、この会計監査人設置会社というのは大企業が想定されています。で、この大企業ですと取り扱う、取り扱うとか、計算書類上のお金も莫大な金額になるので、本当にひとたび損失が出せば莫大な損失になるでしょうし、もちろん売り上げれば莫大な利益にはなるんでしょうけれども、とにかく会計書類上の、規模がでかい会社ですよ。で、そうなってくるとね、やはり一つや二つ、やはり株主さんに見せたくない数字っていうのが普通は出てきてしまう。大きく損失を出してしまった案件とかね、失敗、経営失敗してしまったことによって大きく赤字を出してしまったなんていうのは一つや二つあるでしょう。そうした時に、その計算書類上ゼロをね、ある意味1個足してしまうとか、で、赤字を黒字であるかのように装ってしまうなどという、その違法会計帳簿、会計帳簿に不正を行ってしまうようなことが仮にあったとして、でもそれはプロである公認会計士が務める会計監査人にチェックさせれば当然バレるんですよ。公認会計士が会計監査人の資格、要件となりますから、会計監査人は必ず公認会計士じゃなきゃいけない。公認会計士の先生に見せればですね、そういった不正な会計帳簿、不正な計算書類なんてすぐバレる。でも会社側としてはそれバレては、よろしくないわけですよ。そうすると取締役、特に隠したいのは取締役でしょうから、取締役は自分たちの経営上の失敗による赤字を隠すためにゼロ1個足したとかね、赤を黒にしたなんていう、そういった計算書類を会計監査人にチェックしてもらうにあたって圧力をかける。つまり、この計算書類の不正を、糾弾しようものなら君たち来年はないからねみたいな、君たち来年会計監査人から外すからねというようなことをですね、ちらつかせれば、そういった圧力によって、公認会計士、務める会計監査人を黙らせてですね、不正を黙認させると、そういったのことがやっぱり起こりかねない。で、そういった時に、その取締役と会計監査人との間に防波堤になる人間が必要なんです。取締役と会計監査人との間の防波堤ね。つまり、取締役が会計監査人に圧力をかけることを、こらってね、こらって間に入って、そんなことしちゃダメです。そういう不正行為をですね、黙認しろみたいなことを、会計監査人にこう要求しなさんなっていう、こう防波堤として機能していく人が必要になる。それが監査役なんですね。監査役は取締役のお目付け役ですから、取締役が会計監査人に不正な圧力をかけるような場合には、監査役が積極的にそこに対して防波堤となり、取締役をいさめ、そして会計監査人を守る。こういったね、やっぱりどうしても会社の外部の公認会計士さん務める、会計監査人、どうしても
会計監査人の方だって継続的に会計監査人としてこうお仕事をもらうためにやっぱりですね、来年切られちゃたまらないね。そう考えると取締役の無理な、お願いにも屈してしまうという人が出てくるかもしれない。でもそれじゃあですね、会社法上の計算書類の適格性というものが、担保されませんから、そういったことのないように監査役が防波堤として間に入ることを期待されてる。だから監査役が必要と思ってみてください。じゃあ次行きましょう。監査厄介です。で、この後ね、ちゃんとやりますよ。監査役が何する人ぞ、監査厄介何する人ぞやりますけども、ちょっと先にこの機関設計だけ説明すると、監査厄介というのは、これ公開かつ大会社で監査役について3人以上の監査厄介を構成することを義務付けています。大きな公開スペースでの考え事は必ず厄介なことになる。語呂合わせだと大きな公開で大会社かつ公開会社。大会社は資本金が5億以上、または負債総額が200億円以上の会社を指していきます。資本金5億以上、または負債総額200億円以上の大会社。で、かつ公開会社については、監査役は必ず3名以上からなる監査役会を構成しろ。で、これはですね、公開会社であるからこそ、先ほど言いました、株主が毎日入れ替わりしていく。となると、キャピタルゲインしか興味のない株主が多いので、株主さんに取締役の監査監督は期待できない、ね、さっき言いましたね。で、かつ大会社だから、出入り先、取引先の相手がめちゃくちゃ多いんですよ。資本金5億以上、または負債総額200億円以上というのは、かなりの規模の大きな会社です。となると、取引相手が多数に上るので、そんな会社でですよ、取締役が適当なことをやったら、もうダメージは計り知れない。影響を受けてしまう、利害関係人は莫大な数に上る。そういう適当なことされないように、監査役1人ではなく3人以上の会議体にさせて、取締役に対する発言力を高めるというのが、これ狙いになっていきます。では、次です。会計監査人。ちなみにね、監査役、監査役会、会計監査人、会計参与。監査役会は監査役の複数、の会議体ですから、監査役と会計監査人と会計参与、この3つを、司法書士受験生は 3K と呼びます。3K というのは、きつい、汚い、臭いじゃなくて、監査役、会計監査人、そして、会計参与、ね、この3つを 3K なんていうふうに呼んで、でも、どちらにしろ忌み嫌われるのは同じなんですね。3K と呼んで、決して、いい使われ方はしておりません。で、それだけやっぱり受験生を苦しめる、ね。で、この後、この 3K については、それぞれ何する人ぞっていうのをちゃんとやっていきますけれども、先にちょっと機関設計だけ説明させていただくと、先ほどの会計監査人ですが、外部の公認会計士さんが会計監査人になります。会計監査人になった公認会計士の先生が、1年に1度計算書類のチェックというのを行っていくんですね。だから、何する人ぞっていうのは、計算書類のチェックをする人ということなんですが、これは指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社と大会社に設置強制されていくことになります。指名委員会と設置会社と監査等委員会設置会社に会計監査人が強制される理由は、先ほど言いました、取締役、執行役にかなりの大幅な権限以上、権限が譲られているという意味の権限以上がされるので、かなり取締役の一存、執行役の一存でできることが普通の会社よりも多いんですね。そういったことから、それが会計書類のにおいてですね、 取締役執行役ができることがかなり多いということは、お金的にも使える金額が、非常に1人で使える金額がたくさんあるということです。そういったお金の面において、適当な取引を行ってしまって、会社に多額の損失を与えるとかね、ダメージを与えるというようなことがあった時に、それを取締役が隠すために計算書類を改ざんする。で、改ざんしてもプロが見なきゃ分かんないきゃいいだろうみたいな感じで、取締役執行役が多額のお金が個人で自由に使えることから、それによって、例えばですね、不動産投資に失敗した、だけど不動産投資に失敗したことをまともに計算書類に書いちゃったら、株主に何糾弾されるかわからないから、計算書類上では改ざんをして嘘の計算書類を作ってしまう、こういったようなことが起こりかねない。そこでプロである公認会計士が会計監査人として、この計算書類のチェックに関わってくれば、そういった改ざんをですね、抑止することにもなりますし、見つけることもできるようになる。こういったことから会計監査人が義務となっていくわけです。
もう一つ、大会社、先ほど言いました資本金5億以上または、負債総額200億円以上の会社、この会社で会計監査人が必要な理由は、これはやはり取引相手が莫大な人数に上る、金額も相当な金額に上る、こういったことから、やはり計算書類上適当な改ざん等されてしまったら、それは影響を及ぼす人が及ぼされる、影響を与える人が、相当数上るであろうから、適当なことをやらないように会計監査人を必ず選任するということにあるわけなんです。さあ、それでは続いて会計参与と監査等委員会設置会社、指名会等設置会社については設置強制される場面というのはありませんので、こちらについては斜線が引かれています。さあ、それでは今設置強制の話したんですが、そもそも論ね、ちょっと皆様方が会社法をどれぐらい勉強されているのか、ちょっと私からは正直測りかねるので、今バーって話聞いても、いや、そもそも、監査役何する人ぞ、会計監査に何する人ぞがいまいちピンと来ないうちに、そんな設置強制の話聞いてもっていうふうに思われるかもしれませんので、ちょっと前後しましたけれども、6ページ以下でじゃあそれについて詳しく見ていきましょう。また後で戻ってまいりますから、6ページ以下ご覧になってみてください。さあ、まず監査役、 3K の一つである監査役は何する人ぞということになりますと、これいわゆる取締役の職務執行を監査するのが会計監査、取締役の職務執行を監査監督するのが監査役の役割です。取締役の監査監督、これが監査役の役割、取締役の職務執行の監査監督なんですね。で、この監査監督というのは業務監査と会計監査とに分かれていくことになります。業務監査と会計監査に大きく分かれていくと。さあ、業務監査というのは取締役の業務執行が会社法その他法令を遵守しているかについての監査を指す。で、いわゆる取締役の業務執行が法律にのっとって行われているか、適法かどうかということを監査することを指す。で、監査役は業務執行の当否について経営責任を負わない以上、監査の名のもとに取締役に対して監査役自身が妥当と考える対案を示してそれに誘導すること、積極的妥当性監査なんていうふうに呼ぶんですが、妥当性監査を認めることは経営に対する無責任な介入を許す点で不合理であるから認められない。何言ってるかというと、あくまでね、取締役の業務執行が会社法その他法令にのっとった適法なものかを監査することがその役割ですよ。法にのっとった適法なものであるのかということを監査することを適法性監査って言うんです。例えば、独占禁止法に違反してないかとかね、商法会社法の規定に違反してないか、そういった法律に違反した行為を行っていないかということを監査することを適法性監査って言うんです。で、監査のやり方にはもう一つ妥当性監査というのもありまして、妥当性監査というのはその自分だったらどうやるか、例えば取締役が今回、新規A 地区に新しい支店を出店すると、 A 地区に、ね、新しい支店を出店する、その支店の出店が果たして取締役として妥当だったのかで、つまり経営判断において妥当だったのかという意味です。で、自分が取締役だったらばその地区に、新規支店を出店することはしない、ね、なのに今回取締役はその A 地区に新規支店を出店することを決めた、これ妥当ではない、取締役の経営判断としてそういった選択はないはずだ、そんな儲からない地域に新しい支店を出店したところで、ね、もう結論は火を見るより明らかだ、そういった判断をした取締役はその経営判断において的確な判断をしたとはちょっと言えない、なんていうふうに物言いをつけることを妥当性監査って言います。だから、妥当か否かということを自分に置き換えて、自分だったらどういう判断をしたのか、ね、ということと見比べて、実際に取締役がやった判断についてああだこうだいうこと、これが妥当性監査なんです。で、ここまでの権限は監査役にはないということなんですね。なぜならば監査役はあくまで監査する人で、職務監査する人で、いわゆる、業務執行の意思決定をしていく取締役とは違うポジションにいる、新規支店を出店するかしないか、その
新しい企業と取引をするかしないか、そして新商品を開発するかしないかという業務執行の意思決定をするのはあくまで取締役であってね、その取締役が決定したことに対して私だったらそうはしないとかなんていうことはそうおこがましいということですよ。ですのであくまでも監査役の監査というのはこれは業務監査においては適法性監査、ね、つまりその監査の手法としては法にかなった職務執行を行っているかどうかを監査するのみと。さあもう一つ、会計監査の業務が監査役にはございます。会計監査の業務は一言で言うとこれ計算書類の監査だと思ってください。先ほど計算書類は会計監査人が監査すると言いましたが、会計監査人は全ての株式会社において設置強制されませんから、会計監査人がいない会社に関しては監査役がこの計算書類の監査をしていくことになります。それに対して会計監査人が設置されている会社についてはプロである会計監査人が最終的に計算書類を監査してくれますから、そこにつなげるだけの橋渡し役の役割で構わないということになります。つまり会計監査人が設置されていれば会計監査人に対して計算書類のチェックをその会計監査人にやってもらうための橋渡し役として監査役が位置づけられる。つまりまず第一次的に会計監査人が監査して、でその会計監査人の監査が終わったら監査役のところに回ってくるって感じです。会計監査人プロが監査して問題なしということで監査役のところに戻ってきたら、監査役としてはそれをですね一から同じように監査することはしません。だってプロが問題なしって言って返してくれたものをプロでもないかもしれない素人の監査役が、監査役は別に資格制限がないので、監査役になるためには簿記何級持ってなきゃいけないとかね、税理士の資格なきゃいけないとかそういうのないんですよ。会計監査人は絶対公認会計士の資格を持ってないとなれないんですが、監査役は資格制限がありません。だから本当に一従業員であるかもしれない、ね、まあ大体経理畑、経理部なんかを歩んできた、従業員なんかがなる可能性が高いんですが、でも素人に毛が生えたぐらいでしょう。そういった素人かもしれない監査役がプロである会計監査人が問題なしって言って、計算書類をよこしてくれたものを一から同じように監査したってね、そんな意味ないんですよ。だから、こちら、最後のくだりちょっと見てほしいんですが、会計監査人設置会社において監査役は会計監査を行うが、会計の専門家である会計監査人の監査を前提にそれを補完する形になる。すなわちまず会計監査人が監査報告を作成し、それを監査役に通知するものとされており、監査役は自らの判断で計算書類の表示の適正についての意見を述べるのではなく、会計監査人から受領した監査報告の内容を調査し、会計監査人の監査の方法または結果を相当でないと認めた場合に、その旨及びその理由を自己の監査報告に記載すべきものとされていると。その際監査役は会計監査人の専門性を信頼することが許されるのであって、それを疑うべき事情がない限り監査役の会社に対する任務決定責任は生じないものとされている。つまり何言ってるかというと、会計監査人が OK 出して自分たちのところに戻してくれたんであれば、監査役はあくまでも形式チェックだけしかしないってことです。形式チェックだけして、特にその会計監査人の監査手法等に問題がなければ自分で一から監査することなく、会計監査人プロがいいって言ってんだからまあ大丈夫だろうってことで、監査役はもうほぼノーチェック、だからまあ形式チェックだけして、自分で自らね一から監査する必要はないよ。これは会計監査人がいた時の監査役の会計監査です。で会計監査人がいない場合はでもそうはいかないの。会計監査人がいない場合には監査役がしょうがないから一から全部チェックします。一から計算書類をチェックする、計算書類をチェックする。さあではいいですか。監査役のやることは大きく2つまとめますと、業務監査と会計監査。業務監査というのは取締役の業務が適法かどうかを監査すること。もう1つ会計監査は1年に1回会社の計算書類、会計書類とも言います、ね、会計、書類、計算書類についてチェックをすること。でこの会計、監査に関しては会計監査人がいるかいないかで監査役の関わり方が変わってくる。会計監査人がいる場合には監査役は会計監査人プロに任せて形式チェックだけでいい。でも会計監査人がいないのであれば監査役はいつから監査をしなきゃいけないと。さあこれが監査役のやること。じゃあその監査役が3人以上集まったのが監査役会なんですね。さあ監査役会なんですが、監査役は3人以上、その半数以上が社外監査役である必要があります。そして、常勤監査役を必ず置かなければいけない。常勤というのは毎日会社に出勤する監査役ということです。で、従業員から出世してきたような、例えば先ほど言った経理畑を歩んできて、まあか
係長、課長、部長、ね、でその次の最後の定年退職の間際、何年間かの名誉職が監査役で定年退職みたいな、ね、まあ、そういったあの従業員の中から出世してきた、監査役の場合には、まあ、毎日会社に出勤しますから常勤監査役になっていくということです。じゃあこの監査役会を置かなければいけない会社もう一度見ましょう。3ページ見ていただいて、監査役会を置かなければいけない会社は公開かつ大会社となります。先ほど言った通り、公開会社というのは株主さんが毎日入れ替わる、入れ替わるということは株主さんは会社経営に、会社経営じゃない、株主さんの興味のあることはキャピタルゲインばっかりで、会社の株取締役の経営にまで興味がないことが多い。そうすると、取締役の暴走を株主さんに抑えてもらうということは期待できない。じゃあ監査役にそれを期待しつつ、さらに、監査役3人以上による監査役会を構成させれば、監査役の発言力はより高まり、ね、いわゆるコーポレートガバナンス上これは適切であると、ね、で、ま、かつ大会社であれば利害関係人、取引相手等の利害関係人が莫大な数に上るので、そういった面からも安心であるということだったわけです。さあそれでは、次に7ページのところ、今度は 3K の、一つ会計参与になります。会計参与何する人ぞ、一言で言いますと会計参与は計算書類作る人です。だから監査役、や会計監査人のように計算書類監査する人じゃなくて計算書類作る人なのね。で作るのは会計参与がいる会社は、会計参与と取締役の共同作成、会計参与がいない会社は取締役が、一人で作ると。で、会計参与がいることによるメリットというのはこれ、会計参与の役割、ね、丸に、まずこれが一番大きいんです。つまり専門家である、あ、ちなみに、ね、会計参与は税理士または公認会計士でなければなれません。税理士または公認会計士でなきゃなれない。で税理士または公認会計士が会計参与を務めることにより、取締役に計算書類作成のノウハウがなくとも、プロである税理士公認会計士と共同作成の名のもとに実質丸投げしちゃうんですよ。実質会計参与に、全部作らせてしまうということが可能になる結果、その取締役執行役が計算書類の作成や株主に対する説明の労力を軽減できると。で取締役執行役が経営に専念することができるというのが一番のメリットだと言われています。でこの作られた計算書類なんですが、会計参与である税理士公認会計士の事務所に5年間保存することが必要です。そして、本店所在地にも5年間、そして支店所在地にも作られた計算書類は3年間保存することが必要。特にこの税理士公認会計士の事務所にも5年間、作成後保存が必要ということをぜひ注意しておいてください。これが何を意味するかというと、実は平成18年にこの会計参与を導入されたんですが、平成18年に立法担当者は会計参与のメリットを何と説明していたと思いますか。それが丸一なんです。特に会計監査人の設置されていない中小企業において、計算書類の調整作成等の業務を行う有資格者である公認会計士税理士が、取締役執行役と共同して計算書類を作成し、取締役執行役とは別に計算書類を保存開示する職務を担うことにより、取締役執行役による計算書類の虚偽記載や改ざんを抑止し、計算書類の記載の正確さに対する、信頼を高めることができる。それがメリットなんだと説明していたんですね。これ何言ってると思います。これつまりリーマンショック後のですね、日本経済が傾いちゃってた時の法改正なんですが、いわゆる中小企業が銀行などに対して融資を申し込んでもなかなか貸してもらえない、いわゆる貸ししぶりというのが社会問題化していた時期の改正なんですね。で貸ししぶりというのは銀行側が中小企業の足元を見て、ね、こいつどうせ倒産してしまう、かもしれないからお金回収できないと困るから貸さないとかね、または創業から間もないからその実績がないからね、信用調査したくてもまだ創業から間もないから実績が少ないので貸すかどうかの判断ができないから貸さないとかね、そういったような貸ししぶりということをなんとか解消しなきゃいけないと。でそこで、会計参与が利用できるって言ったんです。どういうことかというと、もしですね中小企業から銀行に対してその直近3年分ぐらいの計算書類を添えて融資の申し込みってするんですよ。直近3年分ぐらいの計算書類を添えて、うちの会社は今こういう資金状態ですと、ね、
財務状態ですということを計算書類を添えて、融資の申し込みをしていく。でそれを調査して融資しても大丈夫かどうかを銀行側が判断すると。でところがですね、やっぱりその何としても融資を受けたい中小企業はその計算書類を改ざんして、要するに自分たちがあたかも黒字であるかのような、ね、計算書類にして、嘘の計算書類でもって融資の申し込みをするということは、まあ、現にあの昔も今もあの一定数やっぱ起こっちゃうんですね。でも銀行なかなかそれを見破れないって、実は貸してはいけない会社に貸しちゃって案の定焦げついてあの回収不可能になってしまうなんていうね、そういったようなことは昔から今も当然、よく聞く話なんですが、それ銀行側はやっぱり怖いわけですよ。で怖いんだけれども、その融資を申し込んできた会社に会計参与がいるんだったら、これはあの計算書類についてはこの計算書類は嘘じゃない、ね、というふうに信憑性が測れるというふうに説明したんです。つまり会計参与がいる会社から計算書類を添えて融資の申し込みがあったら、お宅会計参与いますよね、銀行側がね、融資の申し込みを受けた銀行側がその融資申し込んできた中小企業に対してお宅会計参与いますよね、じゃ あの会計参与の先生にも今回の融資の申し込みの件を情報共有して、で会計参与の事務所の方からお宅の今提出されたのと同じ年度の計算書類取り寄せてもいいですよねって言うんですよ。そうしたら融資の申し込みをしている方としてはですよ、ね、今お金なんとか貸してほしいって頼んでるところですから、嫌ですとは言えないでしょ。いいですよ、どうぞうちの会計参与のね、税理士の先生のところに問い合わせて、今あなたに提出したのと同じ直近3年分の計算書類どうぞ取り寄せてみてください、ね、そうすると銀行側が本当にまあそれを取り寄せた時にですよ、融資の申し込みをしてきた中小企業が提出した直近3年分の計算書類と、その融資の申し込みをしてきた中小企業の会計参与の先生のところから取り寄せた3年分の計算書類の数字が合わなかったらどうなります？改ざんしたっていうことがバレバレですよね。改ざんしたってことになるわけです。で、その時にですよ、普通はそんなバレやすいことしないだろうっていう推測が働くわけなんです。そんな取り寄せたら数字が1個違いました、ゼロが1個違いましたみたいな、そんな分かりやすいことするわけないので、だから何かというと会計参与がいる会社の計算書類は信用できる、そんなすぐ分かってしまう嘘をつくわけないから、だから改ざんされていないと信用できる、信用できるから融資につながりやすい、融資を受けられやすい、そういうふうに導入の際に改正担の立法担当者は説明したんですよ。私これ見た時にすんごい違和感あって、そのいや なんだその、まあ、立法担当者の言わんとしてることわかりますよ。会計参与っていうのはね、こういうメリットがあるんですよ。中小企業に会計参与がいるとね、融資が受けやすくなるんですよ。なんでですか？だって会計参与がいる会社の計算書類で改ざんしたらすぐバレるっていうのは会社がもうわかるから、ね、改ざんしないじゃないですか。改ざんしないから融資の申し込みの際に計算書類を出した時に銀行もそれを信用してくれてお金を借りやすくなる、ね、ほらいい制度でしょって、なんか皆さん違和感ないですか？違和感ないですか？私すっごいこれ聞いた時に勉強した時に違和感があって、18年改正の時、いやそれは改ざんしなくたって金借りられる計算書類持ってる会社の話ですよね。改ざんしなくたって金借りられるような優秀な計算書類を持ってる会社はその会計参与がいるってことで、その計算書類の信憑性が高まってよりお金を借りやすく、だから信用が高まってお金を借りやすくなる、ね、でもそもそものこの、リーマンショック後の日本が不景気だった頃に立法のもともとの趣旨はその貸ししぶりっていうのを、なんとか改善して本当に必要な中小企業がお金借りやすくするための改正をしましょうって言って改正したのに、今の話だともともとお金借りられるような会社が会計参与いることによって計算書類の信憑性が高まってより信用が高まりお金を借りやすくなります。ってことはもともとお金借りられないようなちょっと、ね、経済的に傾いちゃってるような中小企業は結局借りられないんですよ。計算会計参与がいても、だって会計参与いますよどうですかって言ってお金借りても、お金借りようと思って申し込んでも、いやお宅の計算書類じゃ貸せないわっていくら、ね、信憑性が高まったとしてもですね、結局お金が十分にない、資金が十分にない、計算書類だったら信憑性が高まったとしても結局お金は借りられない、ね、全然これ貸ししぶり対策になってないじゃないかっていう、そういう疑問をすごく抱いたのを覚えてるんですが、まあでもまあ立法担当者はそうやって説明するんです。でちなみにこれ税理士さん18年、商法改正の時に諸手を挙げて大賛成、
我々の新しい仕事が増える、会計産業として新しい、ね、あの職業 の, あの選択肢であって、税理士でありながらあの会計産業を務めるということによって役員報酬っていうね、新しいこの収入が、開けたって言ってすっごい喜んだんですけど、結局10年経って平成28年あの司法白書を見ていたら、全国の中小企業で会計産業を導入しているのは 0.2%、 ほとんどの企業で会計産業も実は利用されてません。と言いますのも、結局税理士があんなに喜んだくせに、あの中小企業が会計産業に払える年間の役員報酬があの10万20万の世界だと、ね、いうことがあの判明しまして、税理士さんたちがそっぽ向いちゃったんですね。そんな10万20万の、ね、報酬しかもらえないのに、そんな計算処理を実質作ってあげるみたいな、そんなリスクのある仕事やってらんねえわって言って、あの会計産業はもう本当にもう、今利用してる企業を探そうが大変というような形なので、まあ、実際にもほとんど利用されてないんですが、一応何する人ぞって言われたら計算書類作る人というふうに理解しておいてください。じゃあもう一つの 3K の一つ、会計監査人に行きましょう。会計監査人については先ほど言いました、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社及び代会社が会計監査人を置かなければいけません。会計監査人何する人ぞ、計算書類監査する人です。で必ず公認会計士の資格を持つ人を選ばなければいけません。計算書類監査する人、外部の公認会計士だから、あのなんとか監査法人、大規模監査法人って日本に何か所かあるじゃないですか。あの大規模法律事務所と同じで、あずささんとかなんだっけ、あのちょっと忘れましたが、あずさ監査法人ぐらいしか私覚えてないんですが、日本で有名なあの公認会計士が100人200人いる大規模監査法人、ね、ああいったようなところに、会計監査人に就任してもらうということなんです。で、計算書類を1年に1回監査してもらう、期間と、ね、いうことになっていきます。さあ、この監査等委員会設置会社と指名会と設置会社は、取締役執行役に権限移譲されたあの範囲というのが非常に大きい、ね、となると本当に1回の経営判断の失敗で会社の、財務面が傾いてしまうなんていう、そういった判断を1人の取締役、1人の執行役の判断でできてしまう、そういった企業がこの監査等委員会設置会社、指名会等設置会社なんです。この後やります。でそうなるとね、ちょっとその経営判断に失敗して赤字作っちゃった、それを隠すために計算書類で改ざんをする、でそれを誰も見抜けないと、これはあの後々大惨事になってしまう。でそこで、こういったあの取締役執行役の権限が非常に通常の株式会社よりも大きい会社に関しては、必ず計算書類を監査する会計監査人を置くことによって改ざんを抑止し防止して見つけやすくしていく。でもう一つ、大会社というのは先ほどから何度も言っている通り、取引相手が非常に多いという会社ですから、取引相手が多いということは、会計面において不正が行われるとやはり影響を及ぼす第三者が多いということを意味する。よりしっかりと監査させる必要があるということで、会計監査人の必要的強制と。さあ、それではこの今見た 3K、 大きく分けました。監査役は何する人ぞって言ったら、会社の中から会計監査と業務監査をする人、会計監査人は会社の外部から計算書類の監査、つまり会計監査をする人で、会計参与は、計算書類を作る人。だから監査の期間と作成期間というのはもう大きく分かれますので、そこで大きくまずは区別してみてください。じゃ あ, あの時間 も, もうちょっとね、あの1時間で終わらないだろうなと思って、ちょっと若干の延長させていただこうかなと思ってたんで、ただ私この後あの6時から今度自分の講義の方があるので、そこまでは延長もちろんしませんけれども、ちょっと延長させてくださいね。9ページのところ、これ7番の特別取締役の話はちょっと皆さんに読み物としてご提供させていただきますので、これ皆さんでお読みください。さあでは10ページご覧ください。じゃあさっきから出てきている指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社って何ですか。指名委員会等設置会社、これ平成26年の改正前は、委員会等設置会社と呼ばれていました。で平成12年の商法改正によって誕生した制度である。で改正の背景としては、バブル崩壊以降相次ぐ大企業の経営破綻や不祥事の多発を受けて、会社の経営時の暴走を防ぐ制度を導入する必要性が叫ばれ、従来の制度より監査制度を一層強化することが求められた。でこれあの平成11年ってもう大規模企業不祥事が相次いだ年だったんです。あの牛肉偽装事件とか
まるまる雪印さん、あ、言っちゃった まあいいですよ、まあ、過去の事実だからいいと思いますが、雪印さんの、不祥事の事件ですとか、ダスキンさんの事件だとかね、そういった企業不祥事が相次いだ、時期でして、で、なんで日本の企業はこの企業不祥事が多いんだってね。で、実は外国人投資家にドン引きされたんですよ。日本市場に投資しても企業不祥事があったら一気に株価が暴落するから、日本市場への投資は気をつけろっていうね、外国人投資家がドン引きするような事態になった。で、なぜ日本企業はこんな企業不祥事が多いかというと、大鳥の鶴の一声で大体決まっちゃうからだっていうふうにやはり言われていたんですね。で、つまり従来の日本企業においては取締役は代表取締役によって取締役に引き上げてもらったものであり、これどういうことかというと、その取締役は株主総会で選ばれるんですが、株主総会の議題議案を決めるのは取締役会なんですよ。だから要するに議題っていうのは取締役選任の件、議案というのは候補者です。で、その議題議案を決めるのは取締役会でも、取締役会は大鳥の鶴の一声で実はもう決まってしまう。だから大鳥が次は A 君を取締役の候補者に、で、B 君は外すねとかなんとか言ったら、もうそれでもう他の、平取締役は取締役の過半数で取締役会決議が成立すると言っても、実際には大鳥の鶴の一声によって決まってってしまう。そうすると、もう取締役が取締役会を通じて大鳥を監視する。さっき言いましたよね、取締役は取締役会を通じて取締役を相互監視すると言っても、誰一人怖くて大鳥に対して物申せないんですよ。だって物申した瞬間に次の取締役候補者から自分が外されてしまう恐れがあるからです。そうすると大鳥に対して物申せない風土がある。また業務執行にあたっては大鳥の指揮命令を受け、個人別の取締役の報酬も取締役の総額から大鳥が決定するのが普通であることから、これで、定款または株主総会で3人で3000万とか、総額を報酬、取締役の総額ね、報酬の総額です。3人で3000万とか、取締役の3人なら3人の報酬の総額を定款または株主総会で決めます。だけれども、一人一人の個人別報酬は結局取締役会で決めるんです。でも取締役会で決めるって言ったって、それもやはり大鳥の鶴の一声なんですね。じゃあ、A 君は1200万、B 君は600万、ね、で C 君は、1200万、600万です、同じく1200万みたいに、大鳥の鶴の一声で個人別報酬を決定していくのが普通であることから、結局取締役が取締役会を通じて大鳥に意見し、それを監督し、物申すなんてことは実際には期待できない。それが従来の日本の企業だったんです。となるとですね、大鳥が暴走した時、誰も何も言えないということなんです。で、それで日本はほら事なかれ主義で物事を隠そうとするから、結局もうにっちもさっちもいかなくなってですね、ドッカーンと、いや実はみたいな、なんでこんな大きくなるまでみんな見て見ぬふりしてたんだっていう、もう何ですか、戻れないような大惨事になってから、ようやくマスコミに公表するなんて、ね、でそれによってもう本当にまさに大惨事になってしまう。で、そういったようなことが非常にこれ問題視されたと。で、かかる問題の解決策として参考にされたのがアメリカ型の制度、すなわち業務執行を取締役ではなく執行役に任せ、代表執行役 CEO から人事権と報酬決定権を奪うことにより、各取締役に対する CEO の影響力を弱め、会社の業務執行や利害関係から独立した社外取締役が過半数存在する3委員会に報酬、人事、監督を監査を任せることにしたのである。何言ってるかというと、なんで大鳥の暴走をみんな止められないか。それはだから人事権と報酬決定権を握られてるからですよ。さっき言った取締役の候補者の決定権は大鳥に握られ、そして一人一人の個人別報酬決定権も大鳥に握られてるから、大鳥に物申せず、ね、物事が 本当にニッチもサッチもいかなくなっちゃってから、ようやく明らかになるなんていう、でその大鳥から人事権と報酬決定権を奪えばいいんじゃないっていうことに気がついたんです。で、この制度設計をしていたのがアメリカでもって先行しておりました。それが指名委員会と設置会社というですね、会社形態で、いいんですか、大鳥に人事権、つまり取締役の候補者の決定権限、報酬権、一人一人の個人別報酬決定権を、与えない。じゃあどこが決めるかというと、いいですか、報酬については報酬委員会、人事については指名委員会、にそれぞれ、取締役を3名以上配置して、その取締役によってですね、人事権と報酬決定権を担わせる。
でそこには必ず過半数3名の過半数ですから2名以上の社外取締役がいなければいけないということになります。でその社外取締役が過半数を占める、指名委員会報酬委員会でもって人事権、個人別報酬決定権、をそれぞれ委ねた。で監査委員会というのはこれ監査役にあたる、機関になります。つまり監査委員会のメンバーもやはり取締役なのですが、こちら3名以上の取締役からなる監査委員会に監査役の役割を担わせる。だから指名委員会と設置会社は監査役がいないんですよ。監査委員会のメンバーたる取締役にそれを担わせるからです。さあそして、この指名委員会と設置会社の特徴としては取締役会に指名委員会報酬委員会監査委員会を置き各委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役でなければならず会社のごめんなさいなんか一行空いてますが会社の業務執行は代表執行役が行い、取締役は会社法または会社法に基づく命令に別段の定めがある場合を除き指名委員会と設置会社の業務を執行することができない。取締役は執行役の行う業務執行を監督することになり、そして指名委員会と設置会社の取締役会はその専決事項以外の業務の意思決定を執行役に委任することができることになる。まあ、ちょっと次のページ見ていただけますか。まあ、ちょっとこの文章自体は難しいんですけど、つまり取締役会の中に3委員会を置くんです。指名委員会、報酬委員会、監査委員会、それぞれ3名以上の取締役でもって構成されます。兼任ができますからサザンが9で9名以上の取締役が必要なわけではありません。最低3名で構いません。3人が指名委員会のメンバーでかつ報酬委員会のメンバーで監査委員会のメンバーで兼任すれば最低3人で済みます。でも別々のメンバーを選ぶんだったら9人必要ですね。でさらにその3人のうちの過半数は社外取締役、社外取締役、つまり会社外部の、ね、我々司法書士がなることもありますよ。司法書士がなることもあります。社外取締役が過半数いなければいけないと。そして報酬委員会でやることはとにかく次の役員候補者を従業員の中から徹底的に選び出していく。で報酬委員会にやるべきことは取締役などの役員の個人別報酬をいろいろ業績実績などによって決めていく。で監査委員会のやることは監査役のやることと基本同じなのですが、ここでね監査委員会のメンバーが取締役だということにちょっと、注意してください。取締役であるからこそ先ほど言った適法性監査のみならず業務監査までできるんです。業務監査つまり業務監査妥当性監査失礼しました。適法性監査のみならず妥当性監査、つまり同じ取締役であるからこそその、執行役が、行う業務執行についてその妥当かどうかの監査をすることができる。で要するに自分だったらそうはやらない、自分だったらそんな判断はしない、自分だったらそういう新規出店計画はしないというふうにもう踏み込んだ監査が期待できる。先ほどの取締役の業務執行に対して監査役ごときがその妥当性監査をやるにはおこがましいなんて言い方したと思うんですが、でも今回は同じ取締役ですからそれが可能となる、より突っ込んだ監査が期待できるということなんです。そして実際の取締役の業務執行にあたる行為を行うのは取締役会で選ばれた執行役になります。執行役が実際の業務執行、つまりさっき言ったやるやらないするしない、新規取引するしない、出店するしない、借金するしない、重要な財産売る売らないとかの判断は執行役が判断をしていくことになる。でこの執行役の中で、代表権を持つのが代表執行役 CEO と呼ばれる、最高経営責任者、CEO なんですが、この CEO には報酬決定権も、人事権もありません。そうであるならば返り討ちに合わないんですよね。こうビシバシ監査委員会のメンバーがちょっとそれおかしくないですか、私だったらそういう判断しませんよっていうものを申しても、だったらお前は次の役員から外してやるとかっていう返り討ちにあったり、じゃあ報酬下げてやるという嫌がらせに遭う必要がない、いや心配がない。そうするとより有効な監査が期待できると、いうことなんです。でだからこそこの指名委員会と設置会社の執行役には通常の取締役以上に権限が拡張されてるんです。さっき言った取締役会で、絶対に決めなきゃいけないという専決事項以外の業務の意思決定権限が執行役に委譲されています。つまり一人で
募集株式を発行したり、一人で、そうですね、あの株式割当、あ、株式分割だとか、それから社債の発行をしたり、あとは一人でその支店を設置したり、支配人を選任したりなんてことも、あの通常の株式会社では取締役会で決めなきゃいけないことが、ほとんど執行役一人の独断で、決定することが認められています。だからこそ、この指名委員会と設置会社には、その執行役の暴走を防ぐために、さっき言いましたよね、会計監査人が絶対に必要だし、会計監査人が絶対に必要になっているんですよという形になっていくわけなんです。さあ、それではちょっと12ページを皆さんの方で読んでおいていただいて、じゃあ最後にしましょう。13ページのところをご覧になっていただいてですね、ではもう一つです。これが平成26年の改正によって誕生しました監査等委員会設置会社の話です。さあ、平成12年にスタートした指名委員会と設置会社、いいことばっかりかと思ったらですね、蓋を開けてみたら全く利用されなかったんですよ。全く。で、なんで利用されないかっていうと、これ、指名委員会と設置会社の決定的なあの欠点が、最高のトップシークレットであるはずの一人一人の報酬決定額、そして誰を取締役などの役員の候補者にするのかの人事権の決定経路、これを外部の社外取締役が過半数を占める指名委員会報酬委員会で決めるということに対する、あの日本の経団連をに加入する日本の老舗の企業たちがものすごいアレルギーを示したんです。で、一番人に知られたくないそのトップシークレットの人事権と報酬についての規定を、なんで外部の社外取締役が過半数を占める、ね、指名委員会と報酬委員会で決めなきゃいけないんだ。でもちろん社外取締役は守秘義務を課しますけど、でもね、どこでその情報が漏れるかもわからない。で、自分たちのやっぱりあまり人に知られたくない情報を外部の人間を入れたところで決めるということに対する抵抗感がやはり強くて、で、その非常に導入されなかったんですね。で、そんな中、あのアベノミクス、第二次安倍政権が外国人投資家の日本に対する投資をもっと増やそうというキャンペーン、まだアベノミクスで外国人投資家に日本の株式市場にもっともっと金を落としてもらおう、ね、で、なんで外国人投資家がこんな日本の市場あの毛嫌いするんだと、ね、シンガポールとか行っちゃうんだっていうことを検討した結果、あの外国人投資家がやはり一番懸念するのは企業不祥事だと。で、企業不祥事を防ぐ仕組みとして一番あの欧米の市場でもって、やはり評価されているのが社外役員のあの制度の採用なんですね。で、そこでじゃあ日本の株式会社も社外取締役義務化にすればいいじゃないかっていうようなことをアベノミクス政権下であの法務省が検討したんですよ。で、社外取締役がいないと、いや、投資したくないっていう外国人投資家のために、じゃあ日本の上場企業も社外取締役を義務化しようと。で、ところが経団連のあの時あの会長誰だったかちょっと忘れましたが、経団連の会長が猛烈に反発して、ね、あの社外取締役を義務化する、ふざけんなって言ったんですよ。なんでふざけんなっていうかというとですね、日本の企業っていうのはそのみんな従業員、終身雇用を前提とした大企業だと、とにかく最終的に役員になって退職するってことを、とにかく二十何歳の、ね、若者の頃から就職した直後から役員になることを、ねね、願ってコツ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 働いてきたのに、その社外取締役をいきなり改正で義務化してしまうことによってですよ、どこの馬の骨かわからないですね、青い目金髪の外国人がいきなり役員だとして、ね、あの自分たちの上に君臨してくるなんてのはもうちょっとあの全く容認できないと。役員になるために何十年も企業の社畜としてですね、あれね、頑張って働いてきたのに、その役員のポストが1個減るだけに対して、減ることに対して従業員のアレルギーがものすごくあの起こると。だから社外役員を義務化するなんていうのはとてもじゃないけど反対だっていうことを言ったんですよ。で、それであのじゃあ社外取締役がいないと外国人投資家が日本の株式市場に投資してくれない、でも経団連は社外取締役を、ね、あのいわゆる導入することに大反対してる。じゃあ分かった、ね、指名委員会と設置会社を義務化すればいいじゃないかっていう案が次に出てきた、ね、次に出てきたんですよ、そういう案が。それに対しても経団連が猛反発して、指名委員会と設置会社を義務化するなんてふざけんな、ね、さっき言ったトップシークレットの人事権と報酬決定権、なんでそんなの外部の人間に知らせなきゃいけないんだ、ね、それも困る、ね、もう大変ですよ。もう あの時の法制委員会の審議会のメンバー、あの後から回顧録で、まあ、とにかく経団連の反発が強くて、ね、
外国人投資家を呼び込まなきゃいけない、だから社外取締役を義務化したいんだけど、それにももう噛みついてくるし、だったら社外取締役はもともと制度設計上用意されている指名委員会に義務化する、指名上場会社は何年以内に指名委員会等設置会社になることとかいう法案もね、実は用意されていたんです。ところがそれに対しても噛みついてきて、ね、とんでもない、ね、トップシークレットをそんな社外取締役に知られるのちゃんちゃら嫌だ、ああもうとんでもない、ね、でそれで困っちゃったのは法制委員会が、分かった、じゃあもう中間の、企業、組織形態を新たに新設しますと。でそれが監査党委員会設置会社なんですよ。つまりそんなに人事権と報酬決定権を外部の人間に知られたくない、ね、というんだったら分かった、もうじゃあ人事権と報酬決定権は従来通り取締役会で決めていい、人事権と報酬決定権は取締役会で大取りの鶴の一声でも何でもいいからもう決めていい、だけれども、だけれども、社外取締役がいないと外国人投資家が来てくれないってことは間違いないから、じゃあその社外、取締役を義務化する監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役、取締役を2種類に分けて、監査等委員である取締役の過半数は社外取締役で絶対に置いてください。つまり、指名委員会と設置会社のいいところである社外取締役義務化を、これは採用しつつ、指名委員会と設置会社の悪いところと言われていた人事報酬決定権を、従来通り、取締役会に返すというね、その、まあ、ある意味いいところと悪いところとされていたのをうまく解決する形で、外国人投資家呼び込む社外取締役を義務化をね、ちゃんとこう達成するという新たな会社形態を作ったのはこの監査等委員会設置会社なんです。で監査等委員会設置会社のポイントは、これ監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役に分けまして、監査等委員である取締役の過半数が社外取締役でなければいけないで、よって監査等委員である取締役は監査役の役割を果たしますから、これは監査役がいないというのはそういった理由になっていきます。さあではこの監査等委員会設置会社なんですが、指名委員会と設置会社と同じようにですね、これちょっと後で読んどいていただきたいんですが、従来の株式会社よりもより一人の取締役ができる権限が拡大されています。つまり監査等委員である取締役は妥当性監査までできるんで、ね、監査役ではなく取締役で監査役の役割を果たす人だから妥当性監査、ね、要するに厳しく物申すことができる、お目付け役がいるので、じゃあ取締役一人一人の権限を拡大しても大丈夫だろうということで権限、拡大がされている。それは指名委員会と設置会社の執行役と同じだと思ってみてください。さあそれではじゃあこの13ページまでのこの監査等委員会、ここまでちょっとお話しようかなと思って今日、このレジュメを用意して、まあ、14から17は皆さんおまけとしてお使いいただければと思うんですが、まあ、ちょっとね難しかったと思うんですよ。難しかったのこれも1回目で聞いて、司法書士の受験生で もう皆さんこうだんだん口が半開きになってくると、ああ、まあ、ついてってないなっていうことが時々見て取れて、ね、何度もこう、繰り返してお話をする、まあ、もう今日限られた時間の中で話さなきゃいけないのでちょっと少し急いでしまったんですが、でも最終的にこの3ページのところの基幹設計のね、このルール、これだけ覚えておくだけでも行政書士の最近の過去問ちょっと拝見しまして、割と公開会社取締役会が絶対必要だよとかっていうの出てましたのでね、少しでもお役に立っていくんじゃないかなと思っております。ですから3ページのところ、ね、語呂合わせも、ちょっとお恥ずかしいあれですのものも含んで、載せておきましたので、まあ、皆さんの方で利用できるところをうまく利用していただいて、ね、まあ、予備校なんてのも利用して巣立っていくものですから、ぜひ利用できるところを利用してご自身の合格にお役立ていただきたいと思います。それではじゃあ今日の私の会社法商法特典アップ大作戦の講義はおしまいにしまして、次回通学というか、まあ、生では翌日明日ですね、明日は渋谷駅前方向の方で森山講師が設立についてこれ YouTube ライブ配信こちらもございます、実施をしてくれるようですから、5時半から6時半までです。もしお時間を許すのであれば、ちょっと台風が心配なんでね、足元を気をつけていただきたいんですが、または YouTube などでご覧になっていただければと思います。それではじゃあ私からの話は以上で終了させていただきたいと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。